はい、39日目のドラム練習です。おはようございます。今日は63ページ目、3ストロークラフを使ったフレーズっていうのをやります。目標テンポ90で、まあまあ慣れた感じ。意外とできないな。じゃあ次は64ページ目、4ストロークラフを使ったフレーズ。20分後、目標テンポ100で、まあまあできるようになった。結構楽しいっすね。次は65ページ目、シングルストローク4でコンビネーションフレーズ。うわ、左スタートもか。左手の苦手意識がやばい。右左交互に変える。目標テンポ120か。20分後。目標テンポマイナス20のテンポ100。左手がすごい難しい。はい。というわけで39日目のドラム練習でした。まあ相変わらずなんですけど、左手スタートが難しいですね。明日はヘルタですね。バケラッタをやる予定です。うわぁ、もう65ページも進んでしまった。よし、今日はそんなとこです。お疲れ様でした。